これ毎回ここから始まるんだよこれ。前に見たわ。スーパーマリオパーティー。いやー、先生だけ来てよ。マリオパーティー、今回はね、オンラインアスロンっていうね、オンラインで知らない人ともパーティーができるっていうね、ミニゲームでバトルができるっていうね、もうスーパーマリオパーティー、知らない人ともパーティーができるんですよ。皆さん普通に考えてみてくださいよ。知らない人とパーティーですよ。できないな。普通はできないな。何話していいかわからんから会話なんか続くわけないだろう。そんな人とパーティーできるんですよ。スーパーマリオパーティーすげえな。やります。だってさ、ちょっと知っとる程度の人とも話せんのにさ、全く知らん人とパーティーできるよ。これよ、スーパーマリオパーティー。そう考えたらこのゲームってすごいよな。任天堂さんすごい神。よし、やります。こういういろいろあるらしいんですよ。ワールドマッチといろいろって言っても3つか。記録を見る含めて3つか。ワールドマッチで世界中のプレイヤーとぶつかり合い、フレンドマッチ、あ、フレンドともこうできるやつもあるんだ。でも今回はこっちじゃ全く知らない世界中のプレイヤーとしのぎを削り合うぞ。お前参加できる殺し屋も探しています。もう世界のやつらと競い合ってからデリだ。意外とあっさりと決まったな。来たわ。まあ、ちなみになんで俺が兵法を使っているかと言いますとね、ランダムで選んだらこいつになった。お、ちょっと待って、最後まで、あー、なんか見たことある、他の実況者さんの動画で見たことあるやつこれ。けど何のミニゲームの説明なんもないまま始めさせるんだよこれ。これ見たことあるけん一応どういうルールか知っとうけどさ、これ避けるやつよね。このこうやってだんだんさ、2列3列でさ横並びに来るけんね、もう読みよな、どっから出てくるかっていう読みの勝負になってくるからね、後半。そういうゲームだったはず。ここ横、よっしゃ。で、あいだ、これ HP があるんだ。 HP ライフ制になっとんじゃんこれ。そうそうそう、そうだった。一回やられたぐらいでは終わりでおらんけん。おっ、ここ、うまいうまいうまい。あーあー、もうそこまで楽よ。やー、おで、一人脱落したぞお前。ああさあ、じゃ中途半端な順位になってしまった。ビリでもなければ。さて、謎のゲージ、これは知らん、これは知らんから。俺ネクスト、チョロボンを避けろ。すいません、ゲームの説明知らないです。え、あ、傾けて操作する系なん。あ、ちょっと傾ける系で全体的に反応の良し悪しがあるんで、ちょっと反応の良し悪しっていうのがあるんでね。あー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 、俺どこ、てか俺どれ、俺オライオンやっとるよ。見たらオライオンやっとるもん俺。あれ、俺おるや、おるわおるわ。なんか HP、 あら、俺左上におるピーチを自分だと思い込んだわ。むちゃくちゃやられた。この傾ける系はさ、あの感度の問題があるからね。なんか馬はいかんっていうか。あ、終わった。あ、そうか、これ長いことを続ければゲージがちょっと増え、よく増えるんだよこれ。でアドバンテージ稼げるんやな。最後まで残るか残らないかだけでなくて、もう長く続けるってことが重要なんやなこれ。終わった。しょうもない感じで終わりそうな気がするぞこれ。やばい、ここからジャイアントキリングを見せられるか。あと3つか、あと3つか。ミニゲーム、クッパがすごい伸びとんだお前。傾ける系のゲームをやりたくないわ。はあ、なんこれ、なんすかこれ、なんすか。説明ない、操作方法説明がわからん。あ、上から降ってくるやつを取る系のやつだったんじゃ。おいお前、邪魔だお前、邪魔だお前。あー、そこ俺のもん。おい、俺のもんっす。クッパ邪魔。はい、クッパ。はい。わ、でかいギター。あ、食らったら赤いやつじゃん、お前。そんな説明なかったやん、お前。そんな説明なかったよ。俺、このミニゲーム初めてやるんよ。そんな説明、もらわんかったらわからんって、でかいな。でかいやつ、プラグででかいんだろうなって思ってしまったら、お前。ずるいわ、それは。それはずるいわ。クッパめっちゃ取ってる。あー、最後の最後ででかいやつ食らってもな。クッパめっちゃ、お前、それ以上乗っからんだろ、お前。どう見ても、お前。
いや、橋の方のやつ、橋の方のやつこぼれてもおかしくないだろ、お前。ずるいぞ、お前。どういう万有引力が働いてんだ、お前には。物理法則無視してるだろ、お前。お前のコップだけ、お前。お前のコップだけ、物理法則無視してるだろ、お前。ずるいな、お前。あ、これ。え、どういう感じ、これ。説明もなく逃げられる。どういう説明、どういうスパンでこう逃げるっていう話にたどり着いたのか。その前のプロローグを見せてほしいんやけど、なんか逃げさせられてる。人数が増えている。これ上と下でルート違うんかな。結構細かいところで上の方がすごい攻めを寄ってるね、これ。でもあえて上行くよ、俺は。うわ、入り組んでる。上の方が入り組んでる。来た。うわー、下の方が入り組んでる。下の方が入り組んでる。下の方が入り組んでる。上、うわー、上の方だけ入り組んでる。ああ横から出てきて殴るわな、したらお前。ボロボロやん。さっきのといい、今回といい、ボロボロやん、お前。ちょっと待って、クッパ伸びすぎ。クッパ伸びすぎ、お前。だから、何気に俺、3位のルイージって貼っとんやけど。やばいわ。すべての目を焼け。知らん、操作の方。あ、縦持ちか、これ、もしかして。縦持ちか、これ。知らん、知らん、知らん。そんなん言われても知らんつ。おい、あー、どこ行った、どこ行ってんだよ、俺、右だよ、みたいな。右下じゃ、なんで俺、ピーチの方見やんだよ、俺。ピーチの、ピーチ目大好きか。俺、デイジの方が好きじゃん、お前。なんか右上、左上見てまうよな。なんでだろう。うわ、ああ、うまいことに。おし。こうして、こう、どういうスパンス、スタンスなの、これ。どうやったら傾くかも、傾いた。よいしょ。よいしょ。ああ、どこ行くねん。ああ、新しい肉よ。踊る通り行こうえ。踊り行こうえ。はははは。おい、真上。真上。あら。真上どこ行くねん。やったことないミニゲームやけど、適当にし始めたと思います。で、やったことないけど、適当にし始めたと思います。よいしょ。コツ、細かく細かく。俺が肉、中で焼かれる肉の気持ちになって、中で焼かれる肉の気持ちになって、ちょっと、ソフトタッチ、ソフトタッチ、ソフトタッチが大好き。私はソフトタッチ、大好きで。ソフトタッチ。いやいや、あと1面、あと1面だろ。ここで終わるわけにはいかんぞ、お前。よし、そっちじゃない、そっちじゃない、そっちじゃないや。揺れろ、揺れろ、俺の魂のペンギュラム、ペンギュラム、お前。あー、どこ行くねー。あー、せっかくあと1面だったのに、あと1面だったのに。あー、時間制限消えた。そんな、お箸で転がせばええやん。お菓子で、お箸で転がせばいいや、お前。ハハハハ。